皆さんこんにちは、ガジログです。ファーウェイから新しいスマートウォッチが発表されました。その名もファーウェイウォッチアルティメイトというね、ファーウェイのフラッグシップモデルとなるスマートウォッチが発表されています。一体どんなスペックになっているのでしょうか。見た感じからですね、めちゃめちゃ高級感がありまして、力が入ってるんじゃないかなという風な雰囲気が漂っていますね。では実際どんなスペックなのかご一緒に見ていきましょう。ファーウェイチャイナの公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。まず主な特徴を見ていきましょう。革新的なテクノロジー、ピークデザインとありますが、どこか高級時計の雰囲気が漂っています。そして使われている素材は並外れた素材とあります。最初のグローバルモデルは超強力なアモルファスジルコニウム合金を使用しているということです。頑丈で過酷な環境を恐れることなく侵食に抵抗し、高級宇宙探査にも対応しているということです。通常のステンレスチールと比較しますと高強度で 4.5 倍強くなっているということです。また硬さでは 2.5 倍、また重さはなんと少なくなって 17.4% も少なくなっているということです。このあたりすごいですね。アモルファスジルコニウム合金、なかなか耳慣れない合金になりますが、高級な金属が使われているということです。そしてモデルのデザイン、そしてカラーリングになりますが、ダークブルークリスタルセラミックと出ています。こういったねデザインになりますが、ベゼルがこのブルー、ディープブルーという感じでしょうかね。そしてこのバンド、ストラップはチタンになっているということです。軽くて耐久性があり、快適に着用し落ち着いて海を航行しましょうと、プロのダイビングテーブルを置き換えることもできますよと出ています、深く潜れる秘密だということですけども、この裏面のこの取り付け部を見てみますとね、切削された合金という感じになりますね。スマートウォッチとは思えないほどの高級感が漂っています。そしてバンドはチタンストラップのバンドに対しまして、深く潜るための潜水用のバンドもあるということですね。そしてもう一つのカラーリングデザインになりますが、ギャロップさんとありますね。先ほどは海のモデルに対しまして、こちらはね山とかアドベンチャー系なんでしょうか。とても穏やかで知られていない神秘的なダークトーン、ナノ結晶セラミック方言、赤いスケールのロゴがはっきりと見えると出ていますね。エクスプローラーモデルという感じでしょうか。とにかくデザインにめちゃめちゃ凝っていますね。そしてベゼルはですね、360度コンパスダイヤルデザインとありますが、こういったデザインを採用しています。そしてこちらのバンドに関しましては HNBR 高弾性ゴムリストバンドとありますが、これもねなかなか聞き慣れないバンドになりますね、ざっとこのゴムに関しまして調べてみますと、水素化アクリロニトルリルブタジエンゴムということです。言い慣れないので難しいんですけども、温度や燃料、油、オゾン、摩耗性等に優れていて、こういった特性により特に自動車工業での広範囲で利用されているということです。長所としましては優れた耐熱性、引っ張り性、圧縮永久 Y 性、また対オゾン性、対原油性、対高エネルギー性ということになっています。なかなか耳慣れないこういった素材使ってきていますので、お値段というのはやっぱり張ってしまうんじゃないかなという感じがします。そしてディスプレイに関する情報になりますけど、粘り強い毎秒保持とありますが、真新しい 1.5 インチの LTPOアモレットを採用しているということです。またディスプレイのガラスはですね、なんとサファイアガラス採用されてきましたね。これは嬉しいですね。そして表面は強くてタフな方法で、あなたにダイビングやクライミングをさせて明確に取得することは重要ですよと出ていますが、なかなか翻訳がねちょっと難しくなっていますけども、この LTPA のディスプレイは有機EL パネルになっているんですが、消費電力が非常に少なくて見やすいという特徴があります。ですのでこういったね今回のモデルに採用してきたのかなという感じになりますね。そして複数のスタイルとありますが、文字盤に関することだと思います。まずねこういったスタイルのもの、そしてこういったデザインのものもありますし、またねこういったエクスプローラー的な感じですね。かっこいいですね。この辺やはりアドベンチャーやトレイルあたりねやる方にとっても面白いモデルになりそうな気がします。そしてこのモデルの大きな特徴の一つになりますが、星は無限で遠くへとあります。双方向の米ドの衛星ニュースとありますけど、衛星通信でしょうかね。つまり通信ができるということですね。信号をもらうことができ、また信号を送ることができるということになると思いますけども、このあたりはアップルウォッチウルトラでも同じようなことができますね。緊急時にはその信号を発信することができるということになります。同じように
中国の衛星を利用することによってモバイル端末として独立して送信できますよとありますね。ちょっとね翻訳が難しいのでなかなか理解するのは難しいんですが、おそらくその衛星通信によって信号をやり取りして短い文章とかであればテキストなどを送ることができそうですね。そして宇宙に対しまして今度はね海の中になっていきます。深海を探索とありますが、だいたい100メートルほどの深さに潜れるということになります。優れた防水と出てきましたが、スマートウォッチを突破する革新的な全機械防水技術、100メートル防水パフォーマンスを制限とあります。精密防水構造、オリジナルのミクロンレベルのフィルター層、すごいですね。新しい防水浸透性、優れた防水シーリングの性能をもたらし、深海に飛び込む恐れはありませんよと出ています。いくつかのその防水フィルターによってしっかり守られてますよと謳っています。そしてダイビングに関するモードになりますが、いくつか出ていますね。特にこの自由潜水っていうのはボンベを使わずに潜水する、そうしたモードになりますし、下の方はイメージにもありますが、ちゃんと酸素ボンベとともに潜水するっていうモードになりますね。様々なモードに対応してますよと出ています。ちなみにですけども、このウォッチにはですね3つのボタン、物理ボタンがついているということです。水中で手袋を着用していても操作することができますよとあります。左上には補助ボタンというのがありまして、迅速なガスの切り替えや交換の平均深さなどの複雑な操作ができますとあります。そして右上にはですね、回転したりボタンを押すことができるということです。水中の位置を素早くマークするということです。そして右下には機能ボタンということで、マルチスクリーン情報を素早く表示することができるようですけども、いずれにしてもこの物理ボタンがねグローブをしている上からでも操作できるほどの大きさになっている、このあたりもねよく考えられてますね。そして地上に戻ってきました。屋外で可燃焼とありますが、地上でもワークアウトをしっかりサポートしています。野外遠征、道を案内するとありますけども、新しいアウトドアアドベンチャーモデルになっています。5つの衛星測位に対応しています。より早く、より正確な位置決めができるようです。そして特別なダークライトモードもあって、暗い環境下でもはっきりと表示できますよとありますね。このディスプレイになりますが、なんかねどっかで見たなと思いますが、やっぱり Apple Watch Ultra を意識していますね。そしてワークアウト、スポーツモードに関する情報になりますね。20以上のプロスポーツモードがまず入っているということです。そして100種類以上のアウトドアスポーツのニーズを満たすモードも入っているということですね。ハイキングや登山、またオフロードランニングなどのアウトドアですね。究極のウォッチカロリー消費とあります。活動時間などの様々な指標を追跡することもできるようですね。距離やルート、専門的なデータと提案があれば遠くを見るのに同行しますとありますね。この辺はちょっとなかなか翻訳が難しくてよくわかりませんけども、いずれにしてもですね、スポーツモードが100種類以上まず入っているってことです。そしてやはりねアドベンチャー系に強いかなっていうふうに読み取れますね。そしてバッテリー持続に関する情報になります。2週間の公開とあります。まず典型的なシーンということで、標準仕様であれば14日間、またハードに使った場合は8日間ですね。そして素早く充電することもできて、60分で満充電に至るということですので、1時間ほどで充電できてしまうというのはめちゃめちゃ早いなと思います。そして勝利のグーリングとありますがね、ゴルフモードも搭載されています。一目でわかる GPS リアルタイム測量、また手首を上げることで見えるスタジアムの詳細、またバッティングトラック素晴らしいレビューとありますね。また風速や風向、グリーンの方向でしょうかね、そういったモードがありますが、いずれにしても中国でのグリーンの情報じゃないかなと思いますので、日本のゴルフ場の情報が搭載されているというわけではないと思います。そしてヘルスケア関連はより高精細な情報を提供してくれます。スマート心臓健康モニタリングということで、不整脈を特定する、そうした機能もあるようです。そして血管健康研究とありますが、高性能 PPG および ECG センサーをベースにした30秒の便利なインテリジェンスの動脈の弾力性を分析し、動脈硬化リスクのスクリーニングを行い、送別回答級の専門的健康を提案しますよとあります。これもちょっと新しいですね。そして睡眠測定に関してですが、インテリジェントな識別、心拍数の変動、心拍数、血液酸素情報を待つ、マルチパロメーター融合判断、スマートスクリーニング、睡眠時無呼吸リスクということで、様々な睡眠に関する健康の情報も得ることができるようです。そして呼吸器健康研究ということで、体温や呼吸数などの生理学的指標や異常な咳音、インテリジェントな識別判断と組み合わせによる肺感
染症を積極的にスクリーニングすることができるとあります。風邪をひいているということから、また最近のコロナなどね含めまして、様々なデータを取得して、もしかしたらこうじゃないかということをね教えてくれる機能ということだと思います。そしてヘルスケア関連の補足になりますが、 ECG に対応しています。そして WeChat は手を挙げたとありますが、ざっと書いてありますけどね、ポイントは時計で音声応答と高速テキストを作成することができますよとあります。つまりこれまでのスマートウォッチは携帯電話の音声通話に関して受けてここで話すことができる、いわゆる Bluetooth 通話に対応しているというものがありましたが、このモデルに関しましては WeChat というね中国版のまあ LINE みたいな感じですけども、その WeChat の音声通話とそしてテキストの応答ができるようになったということです。 WeChat と連携していることによって音声通話の着信に対応した、そして通話ができるということですね。これは結構目玉の機能かなと思います。今後こういった機能はトレンドになっていくような気がします。ではまだ触れていなかった詳細情報について見ていきたいと思います。カラーリングはね、先ほどもお伝えしていますように、このブルーのモデルとそしてブラックのモデルになっていて、ストラップに関しましてはチタンの素材、そして特殊なゴムの素材になっています。そしてボディサイズですけども、縦 48.5 横 48.5 と結構大きめになっています。それなりにやっぱり操作性っていうのを重視していると思いますので、海の中でもしっかりグローブして操作できるということですのでね、やや大きめかなという気はしますし、厚さも 13mm ということで、無骨なモデルが好きな方にとってはね、結構所有感というのが満たされそうな気がします。そして重さに関する情報ですが、約 76g ということです。しかもストラップを含まずに 76g になりますので、全部込み込みでね、おそらく 100g オーバーということですので、この辺もずっしりするなという感じはします。そしてディスプレイの解像度になりますが、 466×466 ピクセル ということで、ちょっと高めのスマートウォッチの解像度と同等になっています。そして細かなボディの材質が出てきましたが、ディスプレイに関しましては先ほどお伝えしていますようにサファイアガラスが採用されていますね。ベゼルはですねセラミックの素材になっています。またボディそのものはアモルファスジルコニウムですね。これはフロントの上の方の部分になります。肌に触る部分に関しましてはセラミックのバックケースということで、すべて高価な素材が使われているということになりますので、やっぱりそれなりのお値段がするということが予想されます。はい、というわけで最後に価格の方をちょっと確認していきたいと思いますが、こちらはファーウェイ公式の V モールというねサイトになりますが、お値段の方がなんとブラックモデル5999元ということになりますが、日本円で1元あたり20円で換算しますと約12万円になります。これはね正直ここまでのスペックを持っていますので安いかなという気はしますけども、思ったより安いかなという気はします。はい、というわけで今回ファーウェイウォッチアルティメットについてご紹介しましたが、いかがでしょうか。お値段ね約12万円ということになりますけども、この価格を考えてしまうと iPhone ユーザーの方はやっぱり Apple Watch 行ってしまうのかなというふうに思いますけども、こちらはこちらでいろんな素材も含めましてね、スマートウォッチとしてはかなり高級な部類になりますので、なかなか面白いんじゃないかなと思います。まあ、一つねこういったモデル出たということで知っておくのもいいのかなと思います。こちらね日本上陸してくるのかどうかはまだ分かりませんけどね、出てきたら出てきたで面白いかなと思います。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、新しいスマートウォッチの情報をこれからも発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。